アメリカのバイデン大統領は第3次世界大戦の可能性にも言及しつつロシアへの制裁の重要性を改めて強調しましたバイデン大統領は26日に公開された YouTube のインタビューでロシアと実際に交戦し第3次世界大戦に突入するかロシアに国際法違反の代償を払わせるかどちらかだと述べました その上で第三次世界大戦に発展させないためにも欧米諸国が足並みを揃えて制裁に踏み切ることが重要との認識を示しましたロシアへの制裁は経済的にも歴史的にもかつてない規模だと強調しています